にちは。私が来ているのはですね、横浜市泉区にあります夢ヶ丘という駅です。夢ヶ丘はね、まあ後でいくらでも出しますが、こんな風に駅前ですらあんまり開発されていなくて、相鉄の駅の中では最も利用者数が少ない駅となっています。夢ヶ丘という名前ではあるんですけれども、もともとこの土地には全く何もなくて、1991年だったかな、開業した時には、この場所が夢があふれる場所になりますようにという地域住民の願いを込めて夢ヶ丘になったというところです。本当にね、駅の周りは特にこの駅の裏手とかなんですが、昔ながらのね、相模平野の、畑と集落みたいなのが残っていて、非常にのどかなところになっています。といってもね、駅の前には環状4号という結構大きい道路がありまして、車の交通量は非常に多いところ。ただ駅の前とかはね、まあ、住宅もこういうふうにあるにはあるんですけれども、どうしても田畑が目立ちますね。そんな夢ヶ丘もね、ついに本当に夢のあふれる場所になろうとしています。夢ヶ丘駅がある泉の線を運営している相鉄の子会社が計画をしているんですけれども、この場所にですね、大型の商業施設を建設するということが決まりました。実はですね、あちらの夢ヶ丘駅とは別に徒歩7分ぐらいの距離にですね、横浜市営地下鉄ブルーラインの下飯田という駅もあるんですよ。この下飯田の駅もね、まあ周りに住宅が非常にまばらでして、確かね、横浜市営地下鉄の中で一番利用者が少ない駅だったかと思います。その地下鉄の駅と横を走っている国道4号線、そして相鉄の夢ヶ丘駅、この三角形になっている場所に商業施設がですね、設けられます。こう見るとね、なかなか広い土地になっていて、向こうの夢ヶ丘駅まではだいたい200から300メートル、もっとあるかな、300、400メートルぐらいあるでしょうかね。かなり広大な三角形の土地が用意されていて、相鉄アーバンクリエイツなる不動産系の相鉄の子会社が開発を行います。一応工事は2022年度から始めて、2023年度の秋頃に開業することを目指しているということです。夢ヶ丘駅ね、本当に周りに訪れるべきようなところがあまりないですから、特にね、沿線の人たちにとってはありがたいニュースかと思います。今のところ泉区の中心地となると、一つお隣の泉中央駅になるんですが、ひょっとしたらそこと同等レベルの賑わいを見せるかもしれないですね。やっぱり横を国道が通っているところということがあって、この辺りは結構車社会なんですが、結構広い駐車場も設けられることでしょう。ちょうど相鉄の上り電車が出発していきました。現時点で泉の線には設定はされていませんが、相鉄はですね、昨年から JR の都心方面、新宿とか渋谷とかあちらの方面との直通運転が開始されております。夢ヶ丘だとだいたい1時間ぐらいで渋谷新宿までつけてしまいます。2022年か2023年度をめどにですね、JR のみならず東急とも直通運転を開始することになっていて、そうなればおそらく、現在は JR 線との直通列車の設定がない泉の線にも、都心へ直通する列車が出てくるかと思われます。そうなればね、この夢ヶ丘も、都心まで直通で、しかも今までの所要時間の20分ぐらい短縮してアクセスすることができる、非常に住宅地として有望なところになるかと思いますね。特にコロナ禍の以降は、都会の中心部に住むというよりも、その利便性を犠牲にしてでも、郊外の広々としたところに住みたいという需要が増えるかと思いますので、その状況は相鉄にとっては追い風になるかもしれないですね。この商業施設以外にもですね、住宅ですとか、あとは複合の施設、例えば市の役所とかが入るのかもしれないですが、そういうものも整備される予定です。地下鉄下飯田駅のすぐ脇にあるこちらの道路、一見ごく普通の生活道路に見えると思いますが、こちらもですね、どうやら開発で幅の広い道路に生まれ変わる予定になっています。夢ヶ丘駅と下飯田駅と、環状4号の間に挟まれた分、センター地区という呼び方をするそうですが、その商業施設はこちらだけではなくてですね、この道路を挟んだ左手にも設けられるということになっています。今ちょうど出てきましたね。多分この雑草がボーボーに生えているところが商業施設になるかと思うんですが、相鉄が手掛けるそういう複合商業施設、だいたいジョイナスというブランド名がつくんですが、多分ここもね、ジョイナス夢ヶ丘とかそういう名前になるでしょうね。で、こっちがまあこの三角形の中の部分が本館で、こっちの下飯田駅に近い方が別館というふうになるかと思います。
一応ここにはですね、下飯田駅の新たな駅前広場も整備されることになっていて、もしそうなればね、やっぱり道路を拡張する関係でこの辺の住宅とかもひょっとしたら取り壊しになるかもしれないですね。それは住民の人にはたまったもんじゃないかと思います。もう夜も更けてきたのでね、この辺りにしようと思いますけれども、本当に下飯田駅の周りはあんまり住宅とかが少なくて、静かにしていたら虫の音だけが聞こえてくるようなところなんですね。そういう環境がひょっとしたらここ 2,3 年で一変してくるかもしれません。ということで、ご視聴ありがとうございました。すいません、もう1点だけ。今夢が丘のですね、東口の方に来ているんですけれども、実は現在東口店のそもそもなくてですね、これご覧になれば分かる通り、改札が向こうの西側にしかついていません。その関係で東側に来るにはちょっと遠回りをしなきゃいけないんですが、おそらくこちらの方にも新たな出入り口が設けられることでしょうね。ちょうど改札の目の前のところも空き地になっていますから。